みんな若いです。皆様こんにちは、部長の鈴木と申します。よろしくお願いします。ハンドベル部練習ではちょっと完璧にできたんですけれども、みんな緊張してますので、多分間違えちゃうかなと思ってます。皆さんを優しく見守ってくださればと思いますので、聞いてください。今日はキラキラ星といつか王子様がという曲の2曲披露させていただきたいと思います。いきなりのワーホールでみんなちょっと動揺が隠しきれなかったと思いますけど、ありがとうございました。